皆様こんにちは、まりみちゃです。今回は前回紹介した事務基地での購入品の最後にね、ホームセンターの DIY コーナーで購入したものがありますっていうふうにお話ししてたんですけれども、そちらの紹介をしていきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いいたします。事務基地に行った時と同じ日に購入したんですけれども、お店の方はこちらアークオアシスさんって言って地元にあるねホームセンターの中にあるんですよ。すっごい広いDIY のコーナーがあって、革細工、絵画、スクラップブッキング、あと何あったかな、あと一般文具とかいろいろ置いてあるんですが、もう楽しくて、本当すごく楽しかったです。で、購入してきたものが、よいしょ、まずこちら、また大人の塗り絵ですね。これはちょっとね、なかなか塗る時間がなくて塗れないんですけど、すごくこれ塗ったら綺麗だろうなと思って、いいですよね、購入してきました。はい、でね、これなんで買ってきたかっていうと半額だったんですよね。いろんな種類があったんですけど、これがちょっと私は一番塗ってみたいなと思ってこちらの方購入しました。早く塗らなきゃですよね。アリスはねちょこっと塗ってあるんですよ。それとこちらです。これね162円、結構良さげだったんですよ。これちょっと使ったら可愛い、コラージュとかにも使えそうだなと思って、これこういうこんな感じでね、字を書く道具ですかね、とかとルーラーですね、ルーラー物差しですね、とかの柄のニュースペーパーになります。こんな感じ、裏は、あ、すごいいいですね。裏はこう製図柄です。あ、すごくいい。これで袋作ったらおしゃれですね。内側も見えるような袋で、次がカップ&ソーサーと、あとカトラリーですかね、このスプーンとかフォークとか、かわいい、めちゃくちゃかわいい。これアリスのファイルとかに使いたいですね、合いそうですね。これの裏は、あ、めちゃくちゃいいです。こんな感じですね。いや、すごくいい。この3枚セットで162円はすごくいいなと思って購入しました。あとはこれパンですね、パンを作るセットみたいな、こんな感じ。いや、いいな、かわいい、めくれない、よいしょ、わあ、すっごいいいですね。これ猫ちゃんとかすっごいかわいい。え、なんだこれ、裏面、これが一番好きかも。すごいかわいいです、この辺とかね、もう一つ買ってくればよかったなって思うぐらいかわいいですね。ちょっとね、遠くのホームセンターまで行ったんです。今回事務基地でステンシルシート欲しくて、行ったんですけども、それはなかったんですが、事務基地に行ったら あこにあったよって言われて行ったんですね。でちょっと事務基地からはそこまで遠くはない、家からだと遠いっていう、ね、まあまあいいんですけどね、運転嫌いじゃないんで。あとこちら数量限定って書いてる交換用カートリッジ付きの筆ペンです。あ、ごめんなさい、私ね筆ペン好きなんです。あ、呉武さんのだ。筆ペンがすっごい好きで、宛名とかね結構筆ペンで書くんですよね。はい、それとこの油絵用のなんて言うんだろう、これナイフ、ステンレスベンチングナイフ、
これね、今あれペーストが届くので、でもステンシルシートないんだった。これでねしたらいいなと思って、こう海外のね人たちこういうのでこうシュシュシュってステンシルシートの上からしてるのを見て、あいいなと思ってちょっと購入してみました。これ結構安くて360円ぐらいだったかな、こんななんかかっこいいのが、うん、で購入してきました。はい、それとですね、こちらレトリバーメモ、これねきっとゴールデンなんだろうけど、あーかわいい。うちの子ね、あのゴールデンレトリバーとスタンダードプードルのミックスのゴールデンドゥードルなんですけど、どっちかっていうとレトリバー寄りの顔してるんですね。まだ1世代なので本当に純血のゴールデンと純血のスタンプをかけただけなので、どっちが多く出るかが分かんないっていう感じで、どっちかっていうとゴールデン寄りなんですね。なのでこれ見た瞬間、あエル君だと思ってついついこれは買っちゃいましたね。しかも90枚も入ってるんだと思ってちょっと嬉しくなっちゃいました。かわいい、かわいいな。はい、それとこちらの紙袋の中身ですね。何買ったんだったかな。あ、そっか。こちらあのね、ジムキチ編でご紹介しましたコルクボードですね、をぶら下げるというか設置する用のフックです。あれ結構重たいので紐とかでする一点だけに重さをかけると多分ズボッと抜けてきちゃうので、これを2個購入してきました。これ172円、どうせ引っ掛けるならねちょっとおしゃれなものに引っ掛けようかなと思って、でこういうのに引っ掛ければこの出た部分に何かこうぶら下げられるなと思ってこちら購入してきました。はい、シンプルでいいですよね。はい、それとこちらクリップです。これね半額だったんですよ。これ本当380円ぐらいするんですよね。半額で194円だったので、私この種類好きなんですよね、クリップ。もうこれで4個目ぐらいかな。かわいいなと思って、うさぎさん、白のうさぎあれを購入しました。あ、白です、引っかかってこんな感じでね、わかるかな、よいしょ、白です。はい、を購入してきました。よいしょ。はい、それとあこれだ、これもね購入したんだった、同じこれ月猫さんのエンボスにできるやつですね。エンボス仕上げに最適っていうので、これもねジム基地で買えばよかったと思ったんですけど、これは定価で2色買ってきました。今度はジム基地で買ってきます。これね、はい、ちっちゃいのもちょっといいなと思って、あちょっと早く試してみたいな。はい、それとですね、ここからはよいしょ、じゃん、こちらですね。これジッパーのテープなんですけども、これね半額でした。これ本当は500何円だったかなの半額であったんですよ、本当在庫セールみたいなので。でさっきからカタンカタンって何かが落ちている。でね5メーター巻きなのでちょっといろいろ使いたいなと思って3つ購入してきました。これかわいいですよね。 OK って書いてある、かわいい。はい、ちょっといろいろ使ってみたいと思います。よっよっ、あーごめんなさい、カメラに当たった。紙袋の中身は以上です。あとねこれ本当にね大きな衝動買いだなというのがありました。
ましてですね、本当大きな衝動買いしちゃいました。ああどうしようっていうぐらい。ね、こちら分かりますかね、トラベラーズタイムズ。はい、買ってきたものはこちらになります。じゃん、トラベラーズノートですね、のブラウンにしました。大きいやつですね。ちっちゃいのとどうしようかなと思って悩んだんですけれども、とりあえずちっちゃいものじゃなくて大きいものにしてみました。はい、あのね、何に使うかっていうと、レシート貼っていこうと思って、この大きさレシート貼りちょうどいいな、毎日のお買い物の記録にね残していこうかなと思います。で、何年も何年も革なので使えるし、クリーム塗ってちょっとエイジングも楽しみたいなと思っております。はい、これね、また開封セッティングちょっと皆さんみたいに動画にしたいなと思います。私ね、これお店で見た時すごい高かった記憶なんですよね。だけど今日見たら、これ大きいので4320円、あ、もうちょっと高かったと思ったんだけどなと思ったら、自分が思っていた値段よりも安かったから買おうかなってなっちゃったんですよね。はあ、で、あとはトラベラーズノートのこれですね、このタイプのやつ、これいいなと思って購入してました。はい、2ヶ月分なんですね。これね、本当に旅行行くときとかに持ってって、チケットとかね、貼ってても可愛いなと思って、素敵だなと思って購入してます。それとこちら、処理しきれなかったものを次の日に回すようにジッパーケースですね、を購入しました。いや楽しみ、これセッティングするのもすごく楽しみです。はい、で、アークオアシスさんですね。アークオアシスでの購入品は以上になります。これがやっぱり大きかったですね、とても金額的にね。なんだけど大満足です。はい、とっても満足です。これもこの人もお迎えできたし、かわいい、この顔本当うちの子にそっくりです、かわいい。ということで、本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。